全国障害年金パートナーズの動画。こんにちは、障害年金コンサルタントの宮里です。この動画ではラメルテオンの効果と副作用について話をしていきます。ラメルテオンは不眠症による症状の改善に効果があります。また副作用も比較的少ないので安心して使える薬と言われています。用法は 8mg を寝る前に服用します。また年齢や症状によって飲む量は増減しますので、医師の指示のもと正しく服用してください。注意点としては服用中のアルコールは控えてください。副作用は少なく安全性が高いと言われているこの薬ですが、副作用が全くないというわけではありません。副作用の症状としては眠気、不安、倦怠感、頭痛、息苦しさといったような症状が出ることがあります。このような症状が出たらすぐに医師に相談するようにしてください。うつ病で経済的不安を感じている人は、魔法の靴とうつ病になったティラノサウルスという動画をご覧ください。あなたの不安解消につながるはずです。また、あなたのうつ病で障害年金を受け取れるか、私たちが無料で判定しますので、画面右上のリンク先からお申し込みください。